エドワルト・ジュースはアルプス山脈の地理の専門家として知られた地質学者。現在は存在しない地球の古い地理的構造であるゴンドワナ大陸という超大陸とテチス海の発見者として知られている。ザクセン人の商人の子としてロンドンに生まれ、3歳の時に家族に伴われてプラハに移り住み、14歳の時にウィーンに移住した。 若い頃から地質学に興味を持ち、1850年、19歳で最初の論文を発表したに関する論文。1852年、オーストリア・ハンガリー帝国地質学博物館の職員の職に就くことができた。1857年、ウィーン大学の地質学教授となっていたジュースは、アフリカ大陸とヨーロッパのつながりを徐々に解明し、 アルプスがかつて海の底にあったことを解明した。地中海はその名残である。当時、プレートテクトニクスはまだ確立されておらず、彼は地高斜説を採用していたが、彼の発見は真実に極めて近く、地中海の元となった海洋を1883年にテチス海と名付けた。ジュースの別の発見は、グロスソプテリスという植物の化石が、南アメリカ、アフリカ、 インドで見られることであった。彼はこの事実から三つの大陸がかつて一つの超大陸を形成していたと考え、ゴンドワナ大陸と名付けた。プレートテクトニクスによる説明がなかったため、ジュースは単に地盤沈下などで海洋が進出して大陸が分断されたと考えていた。しかし彼の発見はかなり真実に近く、そのため現在も彼のつけた名称が使われている。 ジュースは生態学の先駆者でもあった。1885年から1901年、彼は自身の考えを包括的に網羅した著書だスアントリッツであえるでを出版し、これが長年にわたって教科書として広く採用されていた。この中でジュースは生物圏という考え方を提唱し、これが1926年にウラジミール・ベルナドスキーによって拡張されることとなった。 1894年に王立協会の外国人会員に選出され、1896年にロンドン地質学会からウォラストンメダルを、1903年には王立協会からコプリメダルを授与された。月と火星には彼の名を冠されたクレーターがある。ありがとうございます。